暖かい体温だけ、ああ君の顔幻つゆと Honeybee。リバースデーソング、恋を歌う死神。意識ははっきりしてるみたいだな。大丈夫そうか？しかし、お前は本当に倒れるのが好きだな。まあ俺たちはもともと死んでるし平気か。血相を変えた夜がお前を抱えて戻ってくるし、お前は全然起きないし、正直肝が冷えたぞ。何があった？なるほどな。お前の生前の記憶のうちの一つが取り戻されつつあるんだろう。いいか、よく聞け。お前は他のネザーワールドの住人たちとは違う特別な魂の持ち主だ。本来一度死んだ魂は天国か地獄に送られ、長い年月をかけて転生、生まれ変わるための準備をする。この準備には、それこそ、莫大な時間をかける。だが、お前の魂は、特別なある力で守られている。その力のおかげで、お前は短い時間の中で何度も何度も転生を繰り返してきた。その何度も繰り返した人生のうちの一つの記憶が、今、思い出されようとしているんだ。その記憶は、お前にとって不都合なものであるかもしれない。でも、思い出さなきゃならない。生前の苦しみや悲しみ、すべてを思い出し受け入れることで、初めて、お前の歌の力は完成するんだから。今はわからなくていい。ただ、目の前に起こっている出来事と向かい合うことだけを考えろ。
その、心配したんだからな。だから、今のは。気にしないって、気にはしてほしいが、いや、そうじゃなくて。倒れる前のこと、覚えてるか？忘れたなら、それはそれで、いいんだが。わかった。話すよ。俺が覚えている前世の記憶、全部。俺は生前、沢弥一として、かぐや市に生まれ、かぐや市で育った。俺には、一つ年下の幼馴染がいた。元気で明るくて、だけど向こう水で放っておけない幼馴染だった。やがて俺たちは高校生になり、二人ともかぐや学院に入学した。それは、俺が高校三年生。幼馴染が高校二年生の時、幼馴染であるあいつの17歳の誕生日を間近に控え、俺は密かに、プレゼントの準備をしていた。誕生日にプレゼントを贈るのは小さな頃からの習慣だったけど、その年の誕生日は少し違った。俺はプレゼントとともに長年の思いをあいつに伝えることを決意していた。俺はそいつのことが好きだったんだ。何かと放っておけないあいつに、俺は次第に惹かれていくようになったんだ。あいつの17歳の誕生日の日に告白するつもりだった。そのために約束を取り付けて、その日は一緒に帰る予定だった。でもその日の放課後に急な委員会の集まりがあり、俺はそれに出席しなければならなかった。仕方なく、俺は幼馴染に連絡し、同じ委員の後輩と委員会へ向かった。委員会の集まりが終わった後も、こなすべき仕事が多く、俺は図書室に残って、ずっと作業をしていた。仕事を持ち帰ったり、用事を言い訳に帰っていく委員が多い中で、気がつけば俺は、隣のクラスの美咲と二人きりになっていた。幼馴染以外の女子と二人きりっていうのは、正直気まずかったんだが、間の悪いことに後輩も、家の事情で帰ってしまっていた。一年生の時から面識があった美咲は、話しやすくて、気遣いのできるやつだった。周りからも人気があるのは知っていたし、委員の仕事が終わって呼び止められた時も、ちょっとした世間話をするだけだろうと思っていた。けれど、美咲は。あのね、沢くん。うん？ちょっと話があるの。彼女は今まで見たことがないほど
真剣な表情をした。ああ、そうだ。お前の予想通り、美咲は俺にずっと好きでしたと告白をしてきた。俺は美咲にそんな風に思われてるなんて微塵も思っていなかったから本当に驚いたんだ。そうかもしれない。でも多分俺は別のやつのことで頭がいっぱいだったんだ。俺はその告白を聞いてすぐに断ろうとした。だけど美咲は俺の言葉を聞くより前に図書室から飛び出していってしまった。俺が慌てて図書室を出ると美咲を追いかけるより先に声をかけられた。そこには幼なじみのあいつがいた。どうやら委員会の仕事をしてる間も図書室の近くで待っていたらしく、待ちわびたという様子で俺に話しかけてきた。俺は美咲を追いかけようとしたんだが、幼なじみに呼び止められて、美咲の姿ももう見えなくなっていたし、その時は諦めたんだ。だから仕方なくそのまま二人で帰ることにしたんだが、まさかこんなタイミングで予想もしていない奴から告白されるとは思ってもみなかったから、俺もかなり動揺していた。どうしたって美咲のことを考え込んでしまい、あいつとの会話も生返事になっていたんだろう。やがてあいつは、今日は私の誕生日なのにと頬を膨らませて文句を言った。俺はこの日のためにプレゼントを買って約束を取り付けて、どこでどうやって告白をするか懸命に考えていたのに、そう思うと正直頭が痛かった。さらに俺を悩ませたのはあいつの質問だった。美咲先輩と付き合うの？と急に尋ねてきたんだ。あいつに会話を聞かれていたなんて思ってもみなかった。あっけに取られる俺に、あいつは美咲の長所を並べ立て、学園のマドンナでみんなの憧れの的だと言った。そして俺と美咲が付き合えば美男美女カップルでお似合いだとかなんとか、本当にバカバカしい話だった。だから俺は何をバカなことをとため息をついたんだ。するとそのため息を皮切りに、笑っていたあいつの声がだんだん震え出した。俺が美咲のものになったみたいで悲しい。俺なんて美咲のものになってしまえばいい。震える声であいつはわめいて走り出してしまった。だから多分あいつはその時自分のことに精一杯で周りを見ていなかったんだと思う。確かに車道側の信号は赤になるタイミングだったが、その信号は時差式で一方の信号はまだ赤になりきってなかった。だから赤になる前に渡り切ろうと大型トラックがすごい勢いで走ってきていたんだ。俺は夢中で叫び追いかけてあいつの腕を引っ張ったけれど、結局間に合わなかった。次に見た光景はネザーワールドだ。多分俺はあいつと一緒に事故で死んでしまったんだとその時思った。本来ネザーワールドの住人は生前の記憶や未練をはっきり覚えていないはずなんだが、なぜだか俺はしっかりとその記憶の数々を持っていた。あいつと過ごしたかぐや市での思い出も、事故に遭った日のことも全部鮮明に覚えていた。だから俺は何より優先してあいつを探した。もし同時に死んでしまったのなら、あいつもここに来ている可能性があると思ったんだ。ネザーワールドのあちこちを回り、見知らぬ人にも情報が欲しいと声をかけた。けれど誰に聞いても同じだった。あいつの姿はネザーワールドのどこにもなかった。
そして俺は一つの可能性にかけることにしたんだ。俺があの時手を伸ばしたことで、あいつは助かってまだ生きてるんじゃないか、そう考えてみることにしたんだ。幸い死神になれば現世の情報も手に入るし、現世に行くこともできる。だから俺はあいつを、生きているか死んでいるかもわからない幼馴染を探すために死神になることを選んだんだ。まあ結局1年目は落第して特別補修組に入る羽目になったわけだけどな。お前に嘘をつくのは悪いと思ったが、正直あの時と同じことを繰り返したくなかったんだ。変な誤解をされたくない。俺は美咲と付き合うつもりはなかった。美咲が過去のことと割り切れるのなら今さら会って話すこともない。それに美咲にとって酷な返事しかできないからな。けれど予想しない形で顔を合わせて意味がなかったな。いや何よりもお前を追いかけたかったから。なんだ。心だよ。ああ悪い、急に図書院の仕事が入ったんだ。だから先に帰っててくれ。悪いな。いつの間にか二人だけになっちゃったね。ああどいつもこいつも仕事を放り投げて先に帰って、まったく。あの沢君、うん、二人だけで大変だけど一緒に頑張ろうね。ああそうだな。なんだ。ううん、沢君と久しぶりに話せて嬉しいなって思って。
これで全部片付いたな。お疲れ。うん、お疲れ様。それじゃあさっさと戸締まりをして帰ろう。沢君、あの、ん？まだ何か仕事が残っていたか？ううん、そうじゃない、そうじゃなくて、ずっと沢君に言いたかったことがあったの。聞いてくれる？俺に？一体何が？私、沢君のことがずっと好きでした。驚いた？ああ、かなり。そう、そうよね。でも、美咲、俺は。ごめんなさい。私が言いたかっただけだから、返事は今じゃなくていい。それじゃあ。おい、美咲！お前、なんでこんなところに？だが、今は。悪い、考え事をしてた。なんだ？は？お前、まさか。そうか。お前、何を？お前。何を言ってるんだ、お前は。は？取られたって。俺はお前のおもちゃか何かか？子供みたいなことを言うな。
待て、ココロ。ココロ。大丈夫か？どうした？お前はやっぱり心なんだな。泣かないでくれ、頼むから。泣かせたくて話したわけじゃないんだ。お前を見つけるまで何年でもさまよい続ける覚悟はあった。死神になって何年でも何百年でもずっと会いたかったよ。今日は二人なのね。本当に沢くんなのよね。そっか。じゃああなたが言ってたペアで死神の仕事をしてる友達っていうのは沢くんなのね。美咲の魂を俺たちのペアが狩ることになったのは本当に偶然だった。でもこれは変えられないから。うん。憧れの人に魂を狩られるなんてなんだかロマンチックね。
もうおしまいか。そんなに驚くことか。今日はもう一人にしてほしいって。ちょっとついてこい。覚えてるか？美咲にはちゃんと話してきた。あの日の告白の返事を。俺には大切に思ってきた奴がいるから、お前とは付き合えないって、そう言ってきた。俺はお前の気持ちには応えられない。俺の生前での最大の未練は、お前の誕生日の日にお前に告白をできなかったことだ。だから今お前に俺の気持ちを告げたら、未練が晴れた俺はそのまま成仏してこの場から消えてしまうだろう。
ずっと好きだった。ほっとけなくて危なっかしい幼なじみ。あいつが俺のことを何とも思ってないことも薄々気づいてはいた。告白をすると決めた日も、告白をしたら最後、もうあいつが俺に笑いかけてくれることはなくなるだろうと思っていた。それでもこれ以上気持ちが宙を浮いたままなのは嫌だった。だから全てを覚悟して誕生日の日を迎えた。けれど結局その思いは届くことなく、俺の人生は終わってしまった。くすぶった思いを抱えた俺の魂は、当然成仏などできず、みっともなくネザーワールドに降り立ってしまった。あいつのいない世界で一人、俺は闇雲にあいつの情報を探した。だけど見つからない。焦っても結果は同じで、それは絶望でしかなかった。そんな折、死神養成学校から一通の手紙が届いた。その送り主である校長は俺に言った。死神になれば君の探し人を見つけられるかもしれないよ。俺が入学を決めたのはその一言だった。それもこれも全てはもう一度あいつに出会うため。そうして俺はあいつと出会った。はじめはあまりにも心に似てるからうろたえた。けれど彼女は過去の記憶がないし、本人も別人だと否定する。でもどんなに別人だと思うとしても、俺はあいつに惹かれた。俺は気がつけばあいつに恋をしていた。そしてあいつも俺のことを求めてくれた。生死を超えてようやく手に入れたあいつの気持ち。だけどどんなに触れても伝わっていたとしても、言葉にしたい思いもあるんだ。キスをした後唇を離すと、あいつは頬を真っ赤にして俺を見上げた。愛しさに心が震える。何度でも言葉にして教えてやりたかった。俺はお前が好きだ。ずっと愛しいと思ってきた。こんなに愛しいあいつに俺は好きだと言えない。こんなに溢れ出しそうな気持ちを言葉では伝えられない。贅沢な願いだと自分でもそう思う。触れればもっと触れたくなるし、伝わればもっと伝えたくなる。それにいつか言葉にせずとも俺の未練は消え果ててしまうんじゃないか。そう思うとこれ以上触れることさえ怖くなる。俺たちが本当の意味で結ばれるにはどうしたらいいんだろう。あいつを一番幸せにするには俺はどうするべきなんだろう。あいつは答えを見つけて俺にちゃんと指し示してくれた。そのあいつに俺は何ができるんだろうか。あいつと一緒にいつかと同じ夕焼けを見ながら俺は考え続けていた。